こんな2画面妄想と妄想リアルなんて、アレックさんあるんですか他にも、はい、あの、前の、今週の前の、1回前のね、あの,あの時からこう考えてたんですよ。<laughs> 高山さんのその妄想って何なんだろうって言ったら、今ね、第3の認知心理学っていうか、認知科学の中で、えっと、プロジェクションサイエンスっていうのがあるんですよ。 それはまさに今高山さんがやっているみたいに、えー、っとある刺激に対してもう一回返ってくるっていうそういうサイクルが僕もちょっと今読み出したのであの正確には言わないんだけど、えー、っと確かにそれで高山さんの今妄想っていうのは説明できるなと思いますよ。もうちょっとお時間ください <laughs> あの全然間違いじゃなくて<ー>そういうことが人間はできるっていう,うそういう話らしいですけどね。 だから、えー、と何かこう自分でこう想像しちゃったり、そういうふうなことが、で像を作って、それに対して、うん、<laughs> と話しかけたりなんとかっていうような、そういうことができるっていうのがプロジェクト・オン・サイエンスって言って、うん、今、第3の、えー、と認知,認知心理学って言われてるやつがありますから、ちょっと時間ください。僕も今、先月あたりから読み出したところで分かんない。うん 確かにそれであったら多分高山さんの今の,あの話だったら説明できるだろうなっていう理論的に説明できるだろうなと、うん、決してあの変わってるとかそんなんじゃなくて私、うん、が持ってる能力がすごく個性的に出てるんだろうなっていう内村くんなんかもねなんか指でこうやって回転イメージできたらもうその技できちゃう新しい技、うん、いそんな感じですかそれはちょっとそれで 多分説明できるんじゃないかなと思う。ちょっと僕もまだあの<何>完全に理解してるわけじゃないから、また話があったら、どっかでまた話できると思う。ぜひお願いします。はい。もジュリーさんはね、その20年ぐらい前の段階で、も今の最先端科学を言ってたわけですね。うん。もうやってるんだよね、すごいね。ね、えー。<な>どうやって説明できるんだろうと思って、い,いろいろ考えてたら、多分これだろうなっていう。難しい。 ああ科学っていうのは後追いだからうそういう、そういう現象が多分ずっと前からあったんだけど、説明ができなかっただけ。トップアセルってすごいですね。トップアセルってやっぱすごいと思う。う